黄金の犬は西村久志行きの小説、1977年から1978年にかけて発表された。また、これを原作とした、1979年、鶴田浩治主演の映画や、長谷川正美主演の TV ドラマ、1991年、火曜ミステリー劇場、2001年、女と愛とミステリー等がある。 飼い主とはぐれた良犬が故郷を目指して旅をする物語で動物の持つ基礎本能がテーマの一つとして注目された。1977年から1978年にかけて週刊誌朝日芸能に掲載された第一部、二部の構成となっている単行本は第一部が1978年、第二部が1979年に 徳馬書店から出版されている。西村久し行選集には、第1部が1979年、第2部が1980年に収録されている。1981年に徳馬文庫版が刊行された。1999年、公文社文庫からの再刊に際して、第1、2部は上下刊となった。また1970年代後期には、 山岡霊児による本作のコミカライズ版が劇画ザタウンに連載された。単行本は1979年に全一巻が発行された。森林警備官、北朱数十は愛犬ゴロを連れて北海道に熊狩りに行くが、熊との戦いで負傷してゴロとはぐれてしまう。ゴロは本能から1400キロ離れた東京を目指し南下の旅を始める。その途中で、 汚職事件に関係する、殺人事件に巻き込まれ、犯人の匂いを知る頃は、組織から追われるようになり、飼い主の妻北朱霊氏と北海道系の安高、のりゆきもまた頃を追う。映画では、汚職事件の秘密を知った、通産省の武器課長、長山祐吉が秘密を収めた、マイクロフィルムを取り付けたという設定。殺人事件、汚職事件は、未解決のまま、安高は、 鹿児島県警に移動となり、それを追った北朱霊師を探すために北朱数十と五郎も鹿児島へ向かうが、数十はそこで何者かに殺害される。飼い主を失った五郎は再度故郷を目指して北上する。五郎は旅の途上で様々な人々に出会い、徐々に野生を取り戻す力強い生き様で彼らの人生もまた動かしていく。徳馬書店の創立25周年を記念して、 制作された対策映画。配給収入は2億8000万円。キャストスタッフ1980年5月30日から7月25日まで日本テレビで放送。全9回。平均視聴率16.5%。キャスト他スタッフ1991年4月9日、黄金の犬襲われた美人母子。連続殺人の謎を追って愛犬ごろ 東日本縦断の旅のタイトルでテレビ朝日の火曜ミステリー劇場の枠で放送。キャストスタッフ2001年10月14日に BS ジャパン10月17日にテレビ東京の女と愛とミステリーの枠で放送。キャストスタッフありがとうございます。